写真拡大。阪神高橋遥人投手、23が26日の巨人戦、東京ドームに先発し、5回13を6安打2失点で降板。今季3勝目をつかむことはできなかった。4回まで2安打無失点と回答していたが、2-0の5回2死3塁で坂本に右前的自打を浴びて1点差に迫られた。さらに球数が100球を超えた6回には先頭の亀井に左中間へ二塁打を許すと、2四球で満塁から代打阿部に押し出し四球。同点に追いつかれてしまった。なおも一時満塁の場面で交代が告げられ、2番手島本がマウンドへ。白星はつかめなかった。